皆さんこんこにちはガーデコジャパンの富永です今回は液体肥料のハイポネックス原液についてお話ししようと思っています今年に入って宿根草やバラをすべてこのハイポネックス原液を使って育ててきました約半年ハイポネックス原液を実際に使ってみて感じたことを7つお話ししますこの肥料のいい部分も今一つだなぁと思う部分もお話ししようと思いますので 園芸ガーデニングに興味のある方はぜひ最後まで動画をご覧くださいハイポネックス原液を実際に使ってみて感じたことの一つ目は必須栄養素が全部入っているのは嬉しいということです 植物の必須栄養素は17あると言われています。そのうちの炭素、水素、酸素は空気や水から得られるので、肥料として与えるのは14種類です。よく知られているのは多量要素の窒素、リン酸、カリウムですよね。さらに中量要素としてカルシウム、マグネシウム、硫黄があります。さらに微量要素として鉄、マンガン、亜鉛、ホウ素。 銅塩素、モリブデン、ニッケルがありますこれらの肥料成分をバランスよく与えるのはとても難しいので全部入っているハイポネックス原液はこれ1本でいいという安心感があります。 ハイポネックス原液を実際に使ってみて感じたことの2つ目は、無臭で使いやすいということです。有機肥料の油カスや魚カス、魚カスなどはとても良い肥料なのですが、臭いが強いので住宅地では使いづらいです。その点、ハイポネックス原液は無臭なので、臭いを気にせずに使うことができました。 住宅地やマンションのベランダなどでガーデニングを楽しむ場合には使いやすい肥料だと思いますハイポネックス原液を実際に使ってみて感じたことの3つ目は即効性があってすぐに効き目を実感できるということです ラベルを見ていただくと分かるのですがハイポネックス原液は水溶性の肥料成分が多く含まれています水溶性の肥料は素早く効いてくれるので効き目をすぐに実感できるのはわかりやすくていいなと思いましたハイポネックス原液を実際に使ってみて感じたことの4つ目は 低温期に効果的であるということですこれは実際にバラに使ってみて感じたことなのですが有機肥料やぼかし肥料と比べて春先の低温期にハイポネックス原液の方が安定して効いていた印象があります有機質の肥料は土壌微生物に分解されて初めて効いてくるので低温期はやや不安定だったりします その点においてはハイポネックス原液に軍配が上がるなと感じていますハイポネックス原液を実際に使ってみて感じたことの5つ目は肥料濃度をコントロールしやすいということです計量はキャップで行いますキャップの真ん中の線まで入れれば1 0トルです それを5リットルの水に薄めれば約500倍10リットルの水に薄めれば1000倍です僕は4.5リットルの蒸露を使って1000倍を目安にして薄めて使っていました液体肥料のいいところはこのように肥料濃度のコントロールをしやすいという点です肥料濃度を低めにコントロールすることで病害虫の被害を少なくすることができました ハイポネックス原液を実際に使ってみて感じたことの6つ目は希釈をすす。るるのが面倒だななととといいいいうう人はいるかもしれないということです観光性化成肥料の場合は月に1回程度株の周りにばらまいてあとは水やりをするだけなのでとても簡単です一方でハイポネックス原液は効き目が長続きする肥料ではないので1週間から2週間に一度希釈して散布する必要があります ももしかししかかたらこれれがが面倒といいう人がいるかもしれませんハイポネックス原液を実際に使ってみて感じたことの7つ目は天候不順の時には効き目が悪くなるかもしれないということです今年は梅雨入りがとても早く約2か月続きました。 そのせいかバラの一番下以降の動きが例年よりも悪く感じました現在は堆肥だったり有用微生物を培養した活性剤を使うことで復調してきていますが天候不順の際には有機質の肥料の方が効果的なのかもしれないと思っていますハイポネックス原液単独で使うのではなくて堆肥や活力剤なども併用していくのが良さそうです それででは今回のの動画のまとめです液体肥料のハイポネックス原液を実際に使ってみて感じたことをお話ししました約半年間使ってみておおむね結果には満足していますが天候不順の時の効き目についてはやや物足りなさを感じていますその部分については活力剤などを併用することでカバーできるので大きな問題ではありません 必須栄養素がすべて入っている点や低温時に安定して効かすことができるなどさすが定番となっている液体肥料だなと思います肥料選びでお悩みの方はぜひハイポネックス原液を使ってみてください。